どうも、皆さんこんにちは、コスケです。今回なんですけども、コインダンジョンの、女神降臨、コインダンジョンじゃなくてもいいんですが、女神降臨の封印耐性 100% での高速周回ですね。今この現在、宝玉のイベントが来ておりますので、封印耐性を 100% ですねにした、編成があると非常に、安定かつですね、早く回すことができるというわけなんですが、今回はヤマトタケルと、シバドラゴンを組ませています。で、プラスドロップ率5倍も合わせて、来ておりますので、周回するとプラスと宝玉が同時に集まるという、ものですね。今後ねコインダンジョンで、簡単に周回できる、コインダンジョンがね、ちょくちょくと出てきて、非常に効率的にモンスター育成がねできますので、その都度自分のお手持ちの中から、最適化された編成を見つけないといけないのかなと思うんですが、今回その一例として、女神降臨ですねやっていきたいなと思います。それでは挑戦していきます。はい、まず立ち回りなんですけれども、ワンフロアでこの覚醒霊乱と、シバドラゴンを発動させて、これでちょうど赤オーディンが溜まりますので使っていきます。で、2フロアで、できればね上の方で作りたいんですけど、こんな感じで落ち込んがね来ちゃうから、あんまり下の方とかで、形になりますね。1列1コンボで落ちます、火ので、タケルで使ってあげて、レイランのね変換が3色で、そのうちの1色が木なので、ここは間違いなく木ドロップが、あるでしょう。で次、ヤマトタケルじゃないアレスを使ってあげて、こんなんですね、適当に塊で消してあげれば落ちます。はい、で最後ボスなんですが、またここでもアレスを使ってあげて、大体2列組んであげれば落ちるんですが、今回2列ないな。じゃあちょっとですね、軽くコンボを入れてあげないといけないかな。こんな感じで、周回することができるんですけども、だいたい1分ぐらい、1分かかるかな。レイランの陣で若干タイムが、左右するとは思うんですけれども、封印耐性 100% で周回することができます。で、ワンフロアいきなりねボーンと敵というか、敵じゃないや、なんて言えばいいんですか、詩人が出てきた場合は、アレスを使って対応してあげればよくてですね、で2フロアでちょっと貯めて、レイランとシバドラ使って貯め直すみたいな。リチャージはすぐなんで、速度的にもほぼほぼ落とさず、詩人が出てきても、周回することができます。はい、2フロアでね、もし詩人が出てきた時はレイランで、での盤面で、頑張る、もしくはタケルも使ってしまうというような感じで、何フロア出てくるかによって対応は変わるんですが、3フロアと4フロアに関しては出てきたら、今の同じような立ち回りで十分火力で倒すことができると思うので、結構おすすめです。個人的にはぜひね、お手持ち揃ってらっしゃる方はやってみてください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。